日本泳法とは、日本各地で発祥した伝統的な泳ぎ方のことで、ある。流派によっては、江戸時代初期より約400年の歴史を持つとされ、日本水泳連盟に公認されている流派は13、流派である。その歴史から、古式泳法とも称される。明治以降に広まった西洋式の水泳法と比較して、日本泳法などと呼ばれるようになったもので、本来は、水術、 水蓮、陶水術、遊泳術、修水術などと呼ばれていた。武術としての起源や発展の歴史を持つ者が多く、単に泳ぐのみでなく、視界を保ったまま飛び込んだり、甲冑を着用したままの着衣水泳とも呼ぶべき、泳ぎや水中での格闘技術、立ち泳ぎの体勢での射撃など、水中での戦闘技術、さらに操船術まで含む流派もある。極端なものでは、 古旅化を想定して、高速状態のまま前進する、扇栄法の前進絡めといった危険な技も実在し継承されている。海や川での戦闘、護身のための実用性を持った泳ぎであり、発祥の地方の彗星に応じた技術を発達させた。江戸時代にさらに発展したものが多いが、江戸時代には実践がなかったため、武術としての実用性より、 むしろ君主へ技術を披露する関越の面が強調されて発展したものも少なくない。現在、十三流派が日本水泳連盟により公認されており、同連盟日本泳法委員会は、日本泳法大会、日本泳法研究会を毎年開催し、半士、教師、連師、勇士、助水、和ごみ、おさむ水の7つの資格を認定している。 現代では日本英法を学び、研算する場は、ほとんどが一般のプールであり、普通の水着を着用して練習している。特別なイベントでもない限り甲冑や、ふんどし等の伝統的衣装をまとうことはない。臨海学校で実践的英法として教えている学校もあり、学習院初等科、肘学園小学校、菅も中学校、海星中学校、 日部屋高校などが挙げられる日本英法は古くからあった泳ぎ方で武術としての側面があることから個人の英足を競うこととともに隊列を組んでの演泳など海や川での実用的な泳ぎにも重きを置いて発達してきた。歴史的に見れば競泳四種目は日本人にとっては外来の英法であり競技規則上は自由型で 日本英法の英法を用いても違反ではないが、スピードではクロール英法に全くかなわないため現代では使用されない。1932年、文部省の指示によって日本水上競技連盟は在来の英法のうち重要なものを採択し、スピードを主とした競技英法を加えて標準英法として国民必修のものとした。それはクロール、ハイエー平泳ぎ、 新鋭、肩抜き手、扇平泳ぎ、抜き手、立ち泳ぎ、潜り、浮き身、逆飛、立飛の12種で、足の動作はバタ足、扇足、カエル足、遠足の4種であった。日本衛法で行われる技術には、アーティスティックスイミング、水球やオープンウォータースイミングの競技中に必要となる技術、溺水者の救助や、転落時に自己保身を図るためにも、 有用とされる部分もあり、決して過去の技術というわけではない。特に順化は、日本の消防が、水難救助技術として訓練している。13流派中、水不流大田派は、明治時代初期、それ以外は、江戸時代に誕生している。毎年、春には、日本英法研究会、夏に、日本英法大会が、日本水英連盟主催で開催されている。 毎年13流派の一つを課題に研究発表と実技発表を行う。個人種目として、英法競技、横泳ぎ競泳、四重競技、団体競技として、団体英法競技の6競技が行われる。また、日本英法についての資格審査もこの大会で行われる。個人か団体かと年齢制限で4区分されているが、基本的には、平対横からだ。 立体の、格影法を審判員の前で演技し、技術の完成度を競う採点競技である。横泳ぎで行われる100メートル競泳で、水中からスタートし、横体であること、煽り足を用いることが定められており、ケージには競泳競技と同じタッチ板を使用する。男子 5kg、女子 4kg の鉄アレーを水上に保持して、立ち泳ぎを行い、耐久時間を競う競技である。 これらの競技は日本英法競技規則としてまとめられている。北斎漫画第4編より左上から順を追って説明。葛飾北斎が北斎漫画第4編。ありがとうございます。